福山平成大学をお願いします。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は福山平成大学について解説します。この大学ね、福山大学と姉妹校なんですけれども、福山大学も偏差値40前後なので、姉妹揃ってあんまり頭の良くない大学ですね。今回の動画の流れといたしまして、最初に詳細情報を解説した上で後ほど評判について解説します。まずは詳細情報、目次はこんな感じ、いつも通りですね、一つ一つ見ていきましょう。一つ目、基本情報といたしまして、所在地広島県福山市となっています。設立年1994年と比較的新しい大学ですね。学部としてはこちら3つ、こちらの後ほど学費偏差値等を見ていきましょう。学生数としては1000名ちょっとと小規模な大学となっています。2つ目、学費について。学費はこんな感じです。初年度の学費で言うと大体120万円前後ですね。ただし看護学部だけは高くて180万弱となっています。2年目以降は入学金がかからないので、その分安くなっておりまして、こちらの2つの学部に関しては大体90万円弱と、で看護学部に関しては140万円ぐらいとなっています。私立大学の平均学費は年間114万円なので、それに比較すると相場通りかなという印象ですね。学費についてはこんな感じで、詳しい内訳も公開されておりますので、こちら詳しく知りたい方はこちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。3つ目、偏差値について。偏差値は冒頭でも申し上げた通り、だいたい40弱とかなり低くなっています。偏差値ランキングで言うと、全767大学中608位、私立589大学中431位と、全体で下位 30% に入っている大学なので、やっぱりレベルは低い方ですね。4つ目、有名人について。有名人はこちらの2名です。バレーボール選手のみですね。5つ目、就職実績について。就職実績として公開されているのは、業種別就職割合と主な就職先です。全体の就職率で言うと 99.6% と、かなり高くなっていますね。業種別就職割合はね、こんな感じで公開されています。これちょっと円グラフじゃないのがなぜか気になりますね。主な就職先については、こんな感じで学科別に公開されています。就職実績全体を知りたい方は、こちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。就職実績について全体を通して見た感想といたしましては、偏差値相応の就職実績だなというところです。基本的に大企業にはいけないと思っておいてください。大企業に入りたいのであれば、もっと偏差値の高い大学に行くべきです。次に福山平成大学の評判について解説します。目次はこんな感じ、一つ一つ見ていきましょう。一つ目、学食がとても好評と。実際の口コミを見上げます。学食が美味しいです。しかも安いのでとても助かりますと。こちらね、実際の学食の情報をホームページで公開されているので、そちらを載せているんですけれども、大学に入っている食堂なので、まあ普通に安いですね。二つ目、交通の便は悪いと。福山平成大学、最寄り駅から徒歩で約15分かかります。一応ね、スクールバスは通ってるんですけれども、まあ結構遠いですね。とはいえね、広島自体が車社会なので仕方ないかなとは思います。3つ目、キャンパスは広いと。こちらキャンパスマップを載せています。これについてはね、キャンパスの広さランキングで上位に入っている大学ではないので、まあ広くはないですね。なんで広いっていう口コミがあるかっていうと、こういうスポーツ施設など開けた場所が多いのと、あと学生数が少ないので、純粋に人口密度が低いから広く感じるっていうものです。はい、この動画では福山平成大学について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は関東学院大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。